アトベマサル氏は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。甲斐、武田氏の家臣。アトベ信明の子。アトベ氏は、品の国守護小笠原氏所流で、品の国アトベ号に発する一族。室町時代の王衛23年のウ杉全州の乱によりがい、守護、武田信光が滅亡すると、室町幕府は、高野山で出家していた、武田信元、ついで、 武田信主家を改主後に任じた。幕府は、信濃主後小笠原正康に、信元らの回帰国支援を命じ、正康は守護代として、後部氏を会へ派遣した。こうして、後部氏は会へ土着するが、干渉6年、改主後、武田信政は、後部家家を滅ぼし、後部氏は排斥される。戦国時代の武田春信、勝頼期には、 武田家臣としての後部政るただし、後部正中などの名が見られ、普代画廊などを務める。後部氏系譜では信明、少子不死の出自が、守護大後部氏に遡ることは記されているものの、その正確な系譜は不明。信玄、勝頼期に、甲武田氏は、大名領国を拡大した結果、当主周辺には、上中家臣が少なくなり、 不だい郎の指定が側近として当主に近似しており、勝氏は山形正影、土屋正継、原正種らと共に、信玄側近として数多くの主因を笹具者として見られる。勝頼の時代に入ると出頭人として家中に大きな影響力を持った。また、公用軍官によれば勝氏は三百気持ちの侍大将と言われ、武田や中では山形正影、 カスがトラズナと並び最大級の動員力である。天文18年には、武田氏の品の侵攻において、も月氏、大石、友の白作軍の国人を服属させているが、同年5月には、大石潜を、大石の名城に命じる使者として、小前高次郎祭と共に、後又が派遣されており、以来永六九年まで、かな、又八郎で、笹ぐ者として、長見られ、これが、 勝ち死に否定されると考えられている。同年うるう8月からは、大井之助の関都名に代わり両国各地の国衆との取り次ぎを務めているほか、A60 年の武田野中における、吉信事件に際した下野豪起承文においても、武行を務めている。勝よ立期には、対外交渉において、越後国上杉氏との交越同盟や、日立国佐竹氏との交差同盟などにおいて、 取り継ぎを務めており、勝氏は一門の武田信豊との組み合わせで取り継ぎを務めている事例が多い。信長後期によれば、天正10年3月11日には、織田、徳川連合軍による改進行において勝頼と共に死去。山梨県南アルプス市宮沢に所在する相当衆寺院の深向き院は、甲府、京本寺の末寺で、天文年間に後部勝氏が、 京本寺五世の現昇集期を招き、相当囚人員として再考したという。紅葉軍艦において勝氏は、勝頼立期の側近である長坂光圏と共に、武田家没落の原因となった関心として評されており、出頭人としての勝氏と子さんの武断派宿老との対立が、武田家滅亡の原因であるとしている。紅葉軍艦では、 天正3年の長篠の戦いにおいて勝氏は、後見と共に、勝頼に、主戦論を主張し、大敗を招いたとしている。また、天正6年の大盾の乱においては後見と共に、継承方から賄賂としての黄金を受け取ったとしており、三河物語によれば、天正10年の武田氏滅亡時には勝頼を見捨て、逃亡したとする逸話を記している。文書上において勝氏は、 信玄初期の小前田賀治郎と同様に、外交、両国支配双法で、数多くの文書法者として、なお残しており、信玄、勝頼立期の重要側近であったと考えられている。信玄、勝頼立期に数国規模の大名両国を形成した、武田市では服属された、他国国衆や、領域支配、他国との外交において、 取り次ぎを介した当主の意思伝達が行われており、両国規模や人事の流動的な大名両国支配において、取り次ぎ制度は中核的なものであったと考えられている。一方、武田両国の拡大に伴い有力家臣は、上代として各領域に赴任するため進言勝頼の当主近辺には、各方面への取り次ぎを河川化する出頭人が出現し、武田家においては、 あと勝まのるしなほかつ原まさら主院上捧ぐ者を独占的に務める出頭人的人物であったことが指摘されている。同様の出頭人政治が出現していた近世初期に成立した公用軍艦において、勝つらを甲府にての捧ぐ者としゃと印出頭人と古参宿老との対立構図や否定的逸話を描いている背景には、 こうした取り次ぎの河川化があったと考えられている。江戸中期に成立した海の国知史である、海の国史においては、公衆崩れ時に、諏訪で、後部大井之助が死亡したとの記述があり、この大井助は、この後部大井之助正勝を指すとする説もあるが、正勝は後に、徳川氏の旗本になっているので誤りとされる。平山優、後部正氏戦国人名辞典編集委員会編。 戦国人名事典、吉川博文館、2006年。ISBN 978から4から642013482。ありがとうございます。